今日の御言葉、ルカの福音書23章50節から56節。さて、ここにヨセフという人がいたが、義員の一人で、善良で、正しい人であった。ユダヤ人の町、アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいた彼は、義員たちの計画や行動には同意していなかった。この人がピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願い出た。彼は体を下ろして、雨布で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めた。この日は備え日で、安息日が始まろうとしていた。イエスと共にガリラヤから来ていた女たちは、ヨセフの後について行き、墓とイエスの体が納められる様子を見届けた。それから戻って香料と香油を用意した。そして安息日には戒めに従って休んだ。イエス様は十字架にかけられて処刑されました。イエス様は完全に死なれていました。ここでヨセフというユダヤの議員がイエスの下げ渡しをピラトに願い出ます。これは驚くべきことです。彼はユダヤの議員の一人でした。ユダヤの議員たちはイエスを殺すことを議会で決めました。しかしこのヨセフはそれに同意してはいませんでした。ヨセフは密かなイエス・キリストの信者でした。彼はイエス・キリストを信仰していました。しかしこのことがバレれば他のユダヤの議員から迫害される可能性も大いにありえました。もしかすると彼は自分の地位を手放すことになるかもしれませんでした。そのような危険な状況の中で彼はイエスの下げ渡しを願い出ました。しかもそれだけではありません。自分の所有していた墓をイエス様のために使いました。彼はイエスを信じる信仰のゆえに自分の立場、地位を危険にさらして信仰を表明し、自分の持っているものをイエス様に捧げました。これこそ真の信仰者の姿勢ではないでしょうか。私たちが暮らすこの日本においてはキリスト者は非常に少数派です。もし私たちがこの日本の地で公に大胆に信仰を表明するならば、迫害に遭う可能性が非常に高いです。自分の地位、立場を全て失うかもしれません。そのような現状の中で、なかなか公に信仰を表明することは私たちにとって難しいことです。しかしそのような中でこのヨセフは危険を冒してまで信仰を表明しました。そして自分の持っているものをイエスに差し出しました。私たちもこのヨセフに見習うことができます。今を生きる私たちにも2つの選択肢が用意されています。自分の地位、立場、名誉、そういったこの世的なことに固執するのか、もしくはそういったものを捨ててまでイエス・キリストを選び取るのか、また自分の持っているものを全てイエスに捧げるのか、私たちはこの2つのうちどちらかを選ぶことができます。今日あなたはどちらを選ばれるでしょうか。危険を冒してまでイエスへの信仰を大胆に表明できるでしょうか。自分の持っているものを全てイエス様に捧げることができるでしょうか。真の信仰を持った者はそうします。しかしこの世と信仰の間で揺れ動いている双心のある者はこの世のものに必要以上に固執してしまいます。今日本当の信仰者になりましょう。どのような状況においてもイエス様への信仰を大胆に表明しましょう。そして自分自身の持っているものを全てイエス様にお捧げしましょう。そうすることによってイエス様は私たちの信仰を大いに喜んでくださいます。今日も全てを捨ててイエス様を信仰していきましょう。
all for Jesus。